今日はね、仕事があってよかったなっていうことなんですけど、実は明日もね、同じ仕事が入っててね、これも随分前からの予定が入ってた仕事なんですよね。どうもどんどらです。でもね、今日ね、明日もっと大きな仕事の依頼があったんですけど、もう泣く泣く断りました。だって予定入ってるもん、しょうがないよね、本当にね。ということで、今日歌う歌は2002年島谷ひとみさんの7枚目のシングル、甘い色の髪の乙女ですっていう歌もね、この曲はね、グループサウンドのブレッジシンガーズが1968年に1回リリースしているので、カバー曲なんですよね。でもね、島谷さんの方がアレンジがかっこいいので、こっちで歌ってみます。それではオリジナルキーは D ですが、カポ3コード C テンポ115、作詞橋本淳、作曲杉山浩一、島谷ひとみさんの甘い色の髪の乙女、歌わせていただきます。甘い色の長い髪を風が優しく包む、乙女は胸に白い花束を、羽のように丘を下り、優しい彼のもとへ、明るい歌声は恋をしてるから。
はい、どうでしたでしょうか。もうね、なんか今日調子悪かったですね。何回も歌い直したんですけどね、キーもね別に無理した感じじゃなかったんですけどね、こういう日もありますよね。最後に聞いてくれてありがとうございました。次回はペガサスの朝。